はい、皆さんこんにちは。参議院議員の足立俊之です。今日は7月3日、投開票日まであと1週間になりました。筑波の今国際会議場に来ておりまして、この後個人演説会を開催していただきます。今台風が近づいてきています。ぜひとも皆様には期日前投票に行っていただきたいと思います。2枚目の投票用紙には足立俊之とフルネームでお書きいただくようにお願いをいたします。